食パンの長熟にネズミの一部が混入です。名古屋市東区に本社を置く四季島製パンによりますと、今月5日、購入した客から食パンに異物が入っていると連絡がありました。この食パンはパスコ東京多摩工場で製造された長熟で、異物は日本の家屋などで見られるクマネズミだったということです。 島製パンは同じラインで製造した長熟山形5枚スライスと長熟山形6枚スライス合わせておよそ10万4000個の自主回収を進めるとともにクマネズミが混入した原因を調べています自主回収の対象商品は関東や東北など15都県で販売されたもので東海3県は含まれていません